はい、井上さん、はい、あと一つちょっと今回見ていただきたいものがありましてですね。何でしょうか。ちょっともったいぶってますけれども、ええ、これをちょっと開けてみていただきたいんです、ええ、やめてくださいよ。いやいや、見てほしいんですよ。いや僕、誕生日2月ですよそうです。あ、そういうやつではないやつです。え、じゃあ何ですか。ちょっと開けてください。で、うわ、何これ。え、何これ。あれ、なんで動かせるんですか。そうなんです。今回モンスターアタッククロスはついにアイルを操作できるようになったんです。え、どういうことですか。アイルでも彼に行けちゃうんです。すごいじゃないですか。ついに彼らも頑張って、今までオトモアイルとして頑張ってきた彼らが今回ハンターじゃなくて、はい、ニャンターとして、ニャンターニャンターとしてですね、クエストにも行けるんですよ。どういうクエストに行けるんですか。基本的にハンターと同じクエストにはもう行けちゃいます。何？お供アイルであることに変わりないんですけれども、まあ旦那さんの代わりにちょっと狩りに行くみたいな感じで。はあ、あと音が、わわわ、移動も、そうですね、まんまですね。せっかくなのでクエストも行きましょうか。行きたいです。どういう感じなのか。これ例えばですけど、これみんなハンターなのに、はい、僕ニャンターで行っていいみたいなのもできるんですか。はい、全然できます。え、もうハンターとして見ていいんですか。ハンターとして見ていいですよ。ニャンターですか。ニャンターです。こんな隠し玉があったんですね。そうなんですよ。じゃあ行きますか。はい、では一狩り行こう。ニャン、行こう。ニャンになるんですね。ニャンです。あ、これでももっと言っとか、事前に言っとかないとみんなバラバラになります。ごめんなさい、僕もちょっととっさに思いついちゃったんで。ぜーって言ってますよ多分。ごめんなさい、はい、あ、ちょっと何、ちょっと攻撃一通り見てますか。こういうの五連攻撃ですよ。そうなんですよ。ブーメランもそう使いたりとかですね。あ、ブーメラン、ブーメラン、これハンターと同じような行動できるんで、例えばアイテムとかもガサゴソできるんですよ。あ、拾ったり、はい、ちょっとガサゴソしてみましょうか。そうなりますね。モンスターの糞2個ですね。2個です、ね、初めてゲットしたのが。そうですね。気づきました皆さん、お、探るスピードめっちゃ速いです。お、ほぼ倍速ぐらい速くなってます。何これ、潜った、移動できるんですよ。え、アイルって潜るじゃないですか。隠密行動じゃないですかこれ。この時こちら攻撃もできませんけど、どこ、あ、攻撃食らわないんで、あのピンチとか思ったらこれで潜って逃げればいいんです。最強じゃないですかこれ。ちょっと待ってください。お、どうしました。いろいろもう質問攻めになっちゃいますけど、どうぞどうぞ。上のどんぐりなんですかこれ。これはですね、はい、普通ハンターは1回やられると1落ちになるじゃないですか、はい、これこのどんぐり2個なくなって初めて1落ち扱いなんです。だからこう通常よりもちょっとやられても OK なんですよ。倍ですよね、単純にできますね。これこう4大モンスターの一体一角ですか。そうですね、ライゼクス。もういっちゃいますか。いきましょう。いけるのかな。おりゃー、あーと一撃与えた。おお、必死に避けてる。さあ、そうですね、なんかかわせてますよ。ほんまですね。壁やっぱちっちゃいんで。そっか、当たり判定が。そうなんですよね、結構いい感じであるんですけどね。攻撃力に関しては、はい、ハンターには及ばないです。その代わりに右下にありますサポートコードっていうのがあるんですけども、何これ。アイテムの代わりにいろんなこうオートマイルが回復部へ吹いてくれたりとか、しびれ罠仕掛けたりとかあったじゃないですか、はい、それが自分で選べるんですね。トランポリンやっちゃいますか。やる、やります。さあ、なんかもう怖いですねこの子。いっちゃいましょう。トランポリン、待って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 、なんか来る。おー、ナイス。紙一重、紙一重の攻防。そしてトランポリンを使ってトランポリンアタック。おー、乗った。
乗った。乗れるんですよ、そういう使い方なんですよ。なるほどですね。いやいやいや、ほらニャンターも頑張る、ニャンターも頑張る。ちょっとダウンバイタイ奪ったここであれですか、猫まっしぐらいっていいですか。使いますか。どうやってやるんだ。普通アイテム使う技。おっしゃ、あいった、突進系の技ですね。いった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 、いってますね。はい、ということでですね、もう新しい情報としてオトモアイルじゃなくてニャンターさんですね。どうでした。没頭しちゃいましたね。そうですね。今回あの普通のハンターがいつも参加してクエストに、はい、まあ、参加してもらったんですけれども、すごいことです、はいはい、ハンターさんと一緒に行ったりとか、はい、仲間と行ったりとかするのが、まあ、ちょっとおすすめなんですが、一応、はい、ニャンターも頑張れば、はい、結構クリアできる専用のクエストもあります。ニャンター専用クエストってことですか。はい、いやー、はい、これは素晴らしい、はい、オプションというか隠し玉でしたね。はい、